テヤマジアネスサンダーバード対西川ミリオンスターズの第7回戦の模様をお送りいたします。空振り三振、三者凡退、上々の滑り出し林。おりますさ、打って、ここはサード、サード取って、セーフ、内野安打、はい、正面に行ってしまうっていう、さあ、走ってきた、セーフ、盗塁成功、サードの球が来るか、それと、打って、レフト前ヒット、先制点は富山ジャイアンツ、サンダーバーズ、初球から振ってきた、するかもしれないです、ここはふわっと上がる。落ちましたね、ライト前落ちました。ランナー島村は三塁へ、変化球でレフトに抜ける、1点追加、2対0、カウント打ってライト前、さあランナー一気に回る、セカンドランナー石橋回る、追加点、そして一塁ランナーの河野も三塁へ打って、サード高木取ってスリーアウト、チェンジ。打ってレフト前ヒット、さあミリオンスターズの反撃、ノーマークがランナー出ました。叩かれてる俺も、もさあセカンド、ここは抜けた、さあランナー高木一気に三塁狙う、ライト前ヒット、やっぱりこの4番5番両チ富山の内野陣も抜けた、さあしてきた、本上、セーフ、盗塁成功、阿部後ろは十分、去年19歳だったんですね、はい、さあファースト島村取って、ここは1点だね、あの後その間にミリオンスターズは1点返しました。攻撃打って、セカンドの横抜ける、ランナー待ち、源氏はそのサード、サード、それる、オープンスタンスなんで、外踏み込んでいけるかですよね、外のボール、ピッチャー前、ゴロ、タッチアウト、空振り三振、ここは霞に踏ん張った。いい当たり、センター前、そしてランナーは二塁を蹴って一気に三塁へ、センター前ヒット、ランナー走った、これはストレートのフォアボール、フォアボールで押し出しということで3対2ですけど、さあワンボールストライク、空振り三振、ここはなんとか踏ん張った林、ちょっとセーフ、来た、いいとこ、高木セーフ、こ打って、これはショート正面、6-4、3のダブルプレイ、そうですよね、ここは一発狙ってほしいなと思ったら、ふわふわっと上がる、キャッチャー上追いかける、風はあるぞ、上しっかり握ってキャッチャーフライ、スリーアウト、チェンジ。普段の粋な計らいとかがあるとね、また嬉しいですよね、はい、嬉しいですよね。さあ打ってセカンドの横抜ける、センター前ヒット、初球から打ってきた、ふわふわっと落ちる、落ちる、センター前落ちた、ランナー上は三塁へ、センター前ヒット、打った、これはセンター正面か、センター取って、スリーアウトチェンジ、ここは林しのぎました。三振、140キロ、
そのボールいっぱい見逃し三振。それが意外と当たってるのしてくださったんですね。見逃し三振。ここは藤川踏ん張った。サヤ選手とかだったらもう自分の言った、これ初球思い切って打った、レフトの前落ちる、レフト前ヒット、ノーアウトからランナー出ました。変化球落としてきた、ここはセカンド真っすぐ取ってスリーアウトチェンジ。はい、から村上投入、余った島村ツーボール2ストライク、平行カウント打ってナイスバッティング、センター前ヒット。島村今日2本目、空振り三振。その初球ショート山内取ってセカンドに送り、フォースアウト。この回もヒットが出ました、得点は0点。真正面センター前ヒット、さあワンアウトからランナーが出ました。アウト、これはライト前ヒット、一塁ランナーは一気に三塁へ。うん、打たせた、引っ掛けた、難しいところ、難しいところ、あ、外れた、ちょっと三球取りましたね、ここで同点。で、これはセカンド取った、ナイスプレー、いやー、よく取りましたね、ナイスプレイ、松井ナイスプレイ、今のはよく、上、うん、タップ、これはセンター下がる下がる、センター取ってスリーアウト、これでゲームセットとなります。富山ジアルサンダーバス石川ミリオンとスターズの7回戦は3対3の引き分けとなりました。